まずじゃあ翔さんの、簡単なプロフィール紹介なんですけど、1982年に岐阜で生まれて、2004年までなんとアルペンスキーの日本代表として活躍してきたというプロフィールの持ち主なんですね。でも2004年にあの練習中の大怪我によってスキーが以前のようなその日本代表クラスのスキーができなくなってしまったことで、オリンピックの金メダル獲得という夢を失ってしまい、そこからですね、あのラッパーに転身するっていう、まあ、いきなりかよって感じなんですけどすごいですよね。まあ、でももともと2パックとかがすごい好きで、あと50セントゲームもザ・ゲームもすごい好きということで、あのラッパーになるということに決意し、決意して横浜で音楽活動を始めたということで、まあ、もうすごいもう、もうやる気満々っていう感じなので、早速本人にご登場願いたいと思います。翔さんです。よろしくお願いします。はい、ということで、よろしくお願いします。お越しいただきました。百姓王子です。それ今の曲の小林さんからの魅力をちょっと聞きたいんですけど。あ、でこれ確認したいのは、はい、やっぱりいろんその別に普通に日本とかアメリカとか関係なくラップ聞いてると、このうんこって聞くと嫉妬ってことで最高のものっていうわけなんですけれども、これをね、YouTube とかのコメントを見ると、なんだこのうんこはみたいなぐらいなコメントが来てて、その辺は実際は、まあ、曲のまんまですね。世界一高いあの場所からうんこですね。え、それは俺のすごい曲じゃなくてただのうんこなんですか？これは要するにこのシットがイケてるぞっていうメッセージです。さすがです。リスペクト。これいやリスペクトだけど、これ誰も説明しないと、ただこれうんこの曲でこいつは何言ってて、このビデオで何言ってるんだって話になって、そういうところから多分勘違いとか誤解が生まれてるかなっていうのは、これ初めて見た時に思って、あ、もちろん前の曲があってフリースタイルとか見て、はい、そうするとその辺が分からないと、このだからそれはほら日本で結構ラップ、まあ、アメリカも結構いるかもしれないけど、言ってる言葉通りにしか取らないし、言ってることが全部真実事実としてしか受け止めないリスナーがあまりに多いので、だからこれとか聞くと、なんだこれうんことかなんか言ってるってなるんだけれども、実はもちろんだからそうじゃないっていうことですよね。そうです。だからそれがだから多分だから世界標準のリスナー向けっていうことではあるわけですよね。少なくともね。ありがとうございます、世界水準いただきました。ありがとうございます世界水準最高いやただ日本ね、これアメリカとリル・ウェインとかがこのうんこっていうのを使ってトイレとかとかけていろいろ、ヤングムラベイビーYMCMB だからこれがだから日本語でね、それを置き換えるって言っちゃあれかもしれないけども、うん、なかなかねみんなやれてないっていうか、うんうん、別に やったら面白いのに、そのうんことか響きの方が面白かったりするので、日本語でねやってやると面白いなっていうのはここでできてて、でもこれもともとだから2パックのマキャベリー名義のやつがもちろんベースにはねなってるんですよね。いや何も考えてないですあでも僕のやっぱりこうフィーリングでやってるんで、好きなものが出てるんではないでしょうか。でまあイルミナティと JG があったんで、そっち関係ですよね。第三目右腕光ってるイルミナティ also your body。 なるほどなるほどということで、まあでも、うん、今の曲聞いてさすが小林さんセレクトだと思ったんですけど、ガチでいい曲ですよね。でガチでマジでラッパーとして普通に優れてるなと思ったんですよね、うん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 、なんかそれは今の曲に関しては特にこれ普通に評価されていいんじゃないかなと思ったんです。そうですね。PV 見なかったらラップ的にはいけてるんじゃないのかなと思って。いやでもね、これがないとダメかもしれない。あの PV 失礼かもしれない。ありがとうございます。PV ありで、しかもでも歌詞も普通にいい歌詞、ちゃんと練ってるし、うんうん、普通に俺はなんかこんなうまかったっけみたいな逆に思っちゃいましたけどね。そうです。常に進化。これが俺のインだ。
なるほど。はい、でもそうなると、なんていうのかな、そういう、まあ、さっき世界標準とかいう、まあ、大げさではなくて、まあ、一応、いろんなの聞いてると、まあ、知っと聞くと、そういう連想になるふうに、みんな多分、世界中 の英語圏じゃない人のラップマニアの耳はできてると思うんだけれども、そのショーとしては、やっぱりどういうの、その日本語のラップとかいろいろあるけれども、それよりもやっぱりいきなりアメリカの方のラップに行っちゃったわけ、うんうん、その辺はどうなんですか、そのいや意外とあの昔からマイスペースとかやってるんですか、ネパールとか意外と受けいいですね。ネパール、あとアフガニスタンとか。アフガニスタン、うん、いやいや、あのまず本当ショー自身が聞いて僕自身はやっぱアメリカのやっぱヒップホップ大好きですね。はいはいはい、じゃあ日本のものと、もうこの、ね、この時代って言っちゃいけないけど、それまで来ると日本のものも森はあれが上がってるしっていうのはあって、それでももうそういうんじゃなくて、まずとりあえずアメリカの方にポンと。まあそうもないですけど、今やっぱりあの英語も流暢な英語できないんで、やっぱり日本語でもうしっかりラップできるようには、うん、今はトライしてます。ただその、はい、最初あの何スキーを断念してからはやっぱりまずそのアメリカのスタイルみたいな方が自分には合うかなっていうか、 それが魅力を感じたっていうのは。そうですね、やっぱりゴッド2パックが僕にパワーをくれたんで、やっぱり好きなことを純粋にやりたかったっていうのがきっかけです、うん、そこ実際面白いところなんですよね、うんうん、その日本語のオラップを通過してるとやっぱ真似っこになっちゃいやすいから、うんうんうん、直接的にやっぱ、うん、アメリカのスタイルをそのまま取り入れるっていうのは、うん、オリジナリティになりますよね、うん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 、ちなみにスキー選手時代とかはあのラップとかはしてたりしたんですか？全然やりましたね、あの兄貴の部屋にこうターンテーブルと、はいはいはい、あとなんかあのよくわかんないですけど、カセットテープ、カセットデッキっていうんですかね、はい、でダビングできるのあるじゃないですか、はいはいはい、であの兄貴がレコードを持ってたんで、はい、それをインストを流してそのまま1時間ノンストップレコーディング、カセット吹き込みレコーディングやりましたね1回。それもずっとじゃあフリースタイルとかでやってた。それフリースタイルで初めてのレコーディングですね。へえ、それはもう10代とかの時、初めてのレコーディング17ですね。17、はい、まあ、それ以降は全くやってないんですけど、はいはいはい、それから2004年までは全然やってなかった。そうですね、好きで、まあ、あのこうスキーの、まあ、試合前とかによく聞いてましたね、うんうんうん、やっぱモチベーションが上がるんで、うんうんうん、はい、なるほど、そういう感じだったんです。今渋谷を拠点に、まあ、結構僕のタイムラあのツイッターのタイムラインとかでもあのショーさんに会って CD を売られたっていう人は見ますね1年に数回ぐらいは。いやでも売られたっていうより最近はなんか普通に売ってくれたみたいな。あ、なるほどなるほど、リスペクトは結構入ってると思うんですよね。今どれぐらい渋谷に立ってる感じなんですかね。ノーコメントでお願いしますそこはダメ。なぜ意味が言っとかないと。でも売ったりもしてくれるっていうことですよね。声かけていただければそこは本当に、はい、なるほどなるほど、はい、感謝をリスペクトで返します。じゃあ基本的に手売りが基本なんですか？その辺はどうなんですか？まあ、2010年前にアルバム3枚、Rise and Peace、Brand、Energy のアルバムをまあ、2年間で3枚出してるんですけど、うんうん、まあ、ほとんどそのアルバムを、まあ、タワーレコード HMV に出してるんですけど、ほとんどその在庫を自分が手売りした状況だったので、あ、これはもうアルバムを全国でリリースするあの僕はまだ立場じゃないんだなと思いまして、アルバムをまだ出すレベルじゃないということに気づいてアルバム3枚出して、うんうん、それで今武者修行してるところでございます。なるほど、はい、なるほど、まあ、できればもちろん全国リリースしたいんですけど、うんうん、はい、じゃあこれをあの見てるレーベルの方とかでコンタクト取りたい方とかもいるかもしれないんでね、アルバムそうですね、ぜひぜひよろしくお願いします。というかでもそういう現実に突き当たってもその後から365日フリースタイル、うん、 ね、うんうん、それはあ、入ってるんですね。これは終わった後にじゃあそうです、入れた感じなんですかね、はい、うんうん、それはどういうそのきっかけというか、やっぱりそういう、ね、うん、在庫を自分で処理しなくちゃいけないっていうのとは現実を受けてそれでも自分を表現したい。そうですね、まあ、現実を受け止めてで365回のフリースタイルは
地球のサイクルを感じたかったっていう部分ですね。地球は、まあ、太陽の周りを、まあ、1日1回する、まあ、地球は1日1回転して太陽の周りを1周すると、まあ、365回回って1周するという、要するに地球はものすごい能力を1日に使っているという、だからまあ地球上に立っている自分はその気持ちを、まず地球の気持ちをわからないことには僕の飛躍もないのかなって部分で、地球と共存しようってことで365地球と共存やりました。そういうことだったんですね。でも実際その考えってすごいベーストな感じですよね、うんうん、確かに確かに、うん、地球とか自然の方に寄ってるから、うん、そうですね、うん、ちなみにフリーエネルギーリルビーとかはご存知、意識 してたりしますか。まあゲームが一番 WACK MC っていうのをなんかインタビュー受けてて、そこでこう俺の WACK MC ナンバーワンリリビーだみたいなことをコメントに残してて、それでリリビーを見たら、なんだこいつ俺とスタイルちょっと似てるなと、なんか共通のものがあるんで、あのリリビーコラボレーションぜひしましょう。やばい、リリビー I love リリビー見てないですね多分。やばい、なるほどなるほど、そういう感じなんですね。あとちなみにやっぱりあの最初のオープニングのあのすごいあのタイガとかのラッパーのシャウトアウトが気になった方も多いと思うんですけど、あれはどうやってコンタクトを取ってやってるんですか。ほとんどぶっこんでというか、ライブ会場とかに行ってアポなしとか、アポなしで行ってる感じなんですかね。いや、あれに関してはあのスワックファミリーっていうあのイベントプロモーターの、チームがありまして、はいはいはい、まあ、そこの人間が、まあ、僕をフロントアクトで呼んでいただいているので、はいはいはい、それであの、まあ、バックステージとか一緒になったりとか、あとあの、まあ、タイガの真ん前とかでよくあのフロントアクトとかもやらせてもらったりとか、外体の真ん前でやらせてもらえるんで、はいはいはい、まあ、そのままステージに残ったりとか、そういうタイミングで、うんうん、そのまま、はい、シャウトアウトもらいたいって形ですね。なるほど、なるほど、はい、ソルジャーボーイともあのフリースタイルを一緒に、ソルジャーはい、プリボイスワスタイル的にはそのね、やっぱりソルジャーボーイもリル・ビーもやっぱリル・ウェインから結構来てるわけじゃないですか、もともとそういうだからリル・ウェインはかなり大事なアクトになりますよね。リル・ウェインとはタメなんです。お1982リル・ビー、そうですね、ロイド・バンクス、ためです。でそこのスタイルにたどり着いた理由がちょっと知りたいですよね。確かに確かに。確かに、うん、なんでそのフリースタイルでそういう自由にやろうと思ったのかみたいな。なんていうか、そのいわゆるフリースタイルっていうと、日本でフリースタイルっていうと、こう競技性みたいな部分が重要になってきて、うんうんうん、じゃなくてそう自分の主張だけを言うためのフリースタイルっていう、うんうんうん、そこにたどり着いた理由が知りたいですよね。理由はないです。とにかく主張だけ、主張したかったっていう何かを。365回あのフリースタイルがあってないのかなとあの365回やれば俺もエミネムになれるかなと思ったんですけど、やっぱりエミネムはエミネムで、やっぱショーはショーのままでした。でもね、2チャンネルでは100勝時でもね、あのその最初に僕がさっき言ったジューシーのフリースタイルでは、俺はただ別に上手くなくてもいいから言いたいことを言うんだっていう風にね言ってて、うんうん、それが、うん、新しいスタイルだなと思ったんですよね。そうですね、うんうん、そこが一貫してますよね。そうそうそう、あの他人からディスられても全然関係ないというか、でそれがベースとの基本、うんうんうん、俺は別にやるっていうの、なんか言われ、うんうん、何をやっても好きなこと言ってくよっていうのと、うんうんうん、なんですかね、あとポジティブ、うんうん、そうですよね。で言いたいこと言ってるけど、やっぱあんまネガティブなことは絶対言わないじゃん。そこが結構面白いですよね、やっぱ、うんうんうん、そこら辺も意識したり、意識というかもう無意識的にそういうポジティブなエネルギーみたいなのが自分の中から出ちゃう感じなんですかね。まあ、僕の、まあ、まず朝 目が覚めて、はいはいはい、心に刻む言葉が明るい表情、明るい声、プラス思考、小三原則これがポジティブシンキングの秘訣です。ですごい大事ですよね、それ。確かに確かに、うん、本当に。でそれがなんていうか新しいスタイルになってる、うん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 、まあその勘繰りとかそういう感じではなくて、ね、なんかエモい曲っていうと、うんうん、やっぱりネガティブになりがちなんですよ、はい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 、ディスカしようみたいな、うんうん、そっち行っちゃうんですよ、うんうん、結構ね、うん、
けどそのエモいラップの中でもポジティブな部分がすごい出てるから、うんうんうん、そこは楽しいですよね、うん、聞いてて。ありがとうございます、すごく嬉しいです、はい、らしいです。2チャンネルボーイアイラブヘイター。いや実際に2チャンネルもそろそろ手のひら返す頃だと思いますよ、うん、おだそのブラックイエロー、ブラックイエロー、ブラックイエロー、あは、You know what it is。だから、うん、でも本当、手のひら返すって言ってましたもんね、フリースタイルで。何年か前、バカにしてきたやつが手のひら返すみたいな。うんうん、それ聞いたときに、あこれ、これから来んじゃねえかって、実際思ってて、今こうやって取り上げられてるってことは、もうそっちの流れになってますよね、うんうん、完全に。間違いないです。うん、結構でもあれ、にちゃん、あの、自分が批判されたりしてるのも知ってるんですよね。いや嬉しいですよ今は、うん、はいはいはい、はい、当時はすごくもう苦しかったですね。あ、はい、やっぱそういう時期もあったっていうこと。毎日悔しかったですねやっぱり、はい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 、いつもあれですよね、うん、あごめんなさい、できるだけね返答 YouTube とかのコメントとかもんなんか言ってきたら返答とか してましたよね、うんうん、そうですね、昔は慣れてなかったですけども、今は楽しいですね、もうそこの壁を越えました。はい、ショーティーローが言ってたけど、そうマイヘイターって言ってるじゃないですか、はいはいはい、そのヘイターの前にマイがついてるから、うん、ファンと同じなんですよね。なるほどなるほど、うん、マイ俺のヘイターみたいな、うん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 、俺のファン俺のヘイター全部同じみたいな、うん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 、そういうことですよね、うん、もう聞いてくれるだけでみたいなところなんですかね。そうそう、そこが結構大事な部分、うん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 、はい、で今の批判はこれから減ってくるかどうかっていうのがちょっとね、そうですね、気になるんですよね、うん、実際どうなのか。カモンヘイターあと1000倍かも減って。 It's time life。 あと僕が気になるのはビデオなんですよね、はいはい、ビデオどうやって撮ってんだろうっていう。結構フリースタイルのビデオでも普通に出来が結構良かったりするから。確かに確かに、しかも今もクルーの方がもうずっと撮ってますよね。もう常になんかあの何かに出たりするときはずっとこういう感じであの素材になるようにというか撮ってる、回してる感じなんですかね。最近はそうですね、うんうん、はい、でも本当感謝ですね、はいはい、僕がこの山を設定してそこに登ろうって言ったらみんなも賛同して今ついてきていただいてるんで、はいはい、そこには本当にあの感謝してます、うんうん、はい、なんか結構あの今 US のラッパーとかってあのまあインスタグラムとかよりなんか Vlog ってあのビデオブログみたいなのってすごい多くなってるじゃないですか、うん、それを日本でやってる人ってあんまりいなかったりするんで、 それが面白いなと思って、うんうん、なんか本当に多分翔さん自身がまあ別に US のスタイル模倣するとかじゃなくて、なんか無意識的にそういう US の最先端のところとつながってるいってるっていうのがすごい面白いのかなっていう、ね、うん、気がするんですけど、感覚で動いてますね。フィーリング、宇宙パワー、パワーを感じる、そして行動する、それしかないです。うん、完全に今っぽいですよね。そうですね、うん、その今ってそのストリームをずっとやって常にストリームとかでとかそう映像とかね、インスタグラムとかでそれ一つのもうそのライフみたいなものがアートになってるから、そこの全体をもうアートにしてるんですよね。このラップ自体、ラップ一つというよりもその生き方とか、うん、そこは面白いところですよね。でもなんかそのアーティストショーと別に人間のショーっていうのが全然別になってないというか、そうですね、もうなんか生き方が全部見せるみたいな、うんうん、隠さず見せる、はい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 、で例えばその仮にねヘイター側の見方に立って見てみると、あのほら、あ小学校とか中学校の教育で今ほら夢は叶うとか、あと努力すればそれなりの何か成果があるみたいなっていう教育の仕方があるんだけれども、あのなんていうのかな、ヘイターの側からすればそれをこのショーっていうラッパーがひたすらやってるのを見てると逆にめちゃくちゃ気恥ずかしくて、なんだこれっていう風に言って、その2チャンネルとか見てないから分かんないけど、それでいろいろ言って、やっぱ似てるのかもしれないですね、そういうのかなっていう風に思うんですけど、ディスってる人も似てるのかもしれないですね、どうなんですかそれは。そうですね、2012年まではひたすら夢を追っかけてました。で今は夢を捨てました。現実思考、そうで夢は心を蝕みます。だけど夢を捨てた瞬間、現実思考になった瞬間、自分の目標にどんどん近づいてる気がします、はいはいはい、だから今はあの本当今年は現実思考ショー、
そういう感じです。それはどういうことで、あの、どういう変化できる限りなくできることだけをもうそれだけをもう、あの、夢持ってる人にはもう夢持ってそのまま進んでもらいたいんですけど、勘違いしてほしくないんですけど、僕の場合はやっぱり夢を持ってすごくそのものすごい勢いでそれを追うことによって失敗をしてきてるんで、僕は今その確実にできる現実の部分でやっていきたいなって今。でもそれは失敗なんですかね、自分では失敗と思う。やっぱりすごい、まあ、やっぱり失敗に感謝してます。あの、失敗をしたから学べてるし、このタイミングでっていう部分があるんで、そういう意味では、はい、夢を追い続けてきてすごく感謝してます、そこの行動に。だから夢を追わなくなった時に上がる速度が誰よりもでかいんじゃないかなって思ってるんで。最終的に目標は何なんですか？伝説の男。そうすごい納得ですよ、うん、納得ですね、うん、リルウェインセールスとかじゃないっていうことですよね、うん、いや、セールスもありで含めてリルウェインじゃないですか、うん、やっぱ、うんうんうん、あそこ最高の位置じゃないですか。実際スワッグがあって、うんうん、金もあってみたいな、うんうんうん、女の子モテるしね、うんうんうん、どうですかリルウェイン。いや、ライバルなんでリルウェインはツイッターでも書きましたけど、目標ではないライバル、はい、なるほど、うん、なるほど。2パックですよね、じゃあね、目標は神様ですね。そうですね、はい、うん、神様です。今のあのブランドもやられてるじゃないですか。はい。あれをやっている理由というか、あれを続けている理由とかも聞きたいんですけど。生きるためです俺最初にピンプコード聞いたときに、あの、商品展開ってこと出てくるんですよ、はいはい、ラップの中に、はいはい、ラップの中に商品展開ってやついたかと思ってこれやべえなと思って、その時にちょっと注目したんですよね、本当に、うんうん、その商品展開は、うん、いや、あれはあのピンプコードのモデルを自分やらせてもらってて、うん、で、あのピンプコードさんからこれだけは言ってくれっていうのを、あの、言われたんですよ。商品展開とかあの、ここあの、いろんな業者に勘違いされたくないんで、ここだけ言わせてください。あのここだけは僕のあれはリリックじゃないです。あと、あの、固定概念にとらわれない商品展開って言ってますけど、あれは僕のリリックじゃなくて、あれはあのピンプコードさんにこういうふうに言えば、あれがすげえやばいと思ってたんですけど、はい、実は言わされてたっていう僕のリリックじゃないです。僕は本当にいろんなジュエリーショップを愛してますんで、やっぱ本当アバランチャさんも本当に愛してて、あの、高校の時からずっとね、あの、リアルゴールド買ってたし、本当に、はい、まあ、本当ピンプコードさんも本当愛してるし、本当日本中のジュエリーショップを愛してます。はい、あと、あの、誤解があると思うんで、ここだけはしっかりこの場で言わせてもらいます。はい、ガンジス川は自分のセリフですよね。そうですね、ガンジス川で、ガンジス川は、はい、僕が死んだ時はガンジス川に僕を流していただければ一番幸せかなと思うんで、僕が死んだ時はガンジス川で、ぜひ、はい、皆さん足を遠い中足を運んでいただいてよろしくお願いします最近結構やられたんですよね、俺ガン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 って言った後にガンジス川って来たからなんでガンジス川なのと思って、なんでインド、すごい、これ曲出してないですよ、フリースタイルのですよ、うん、そうそうそう、ありがとうございます、うん、あのガンジス川はどっから出たのかなと思って、それちょっと気になったんですよね。インドとか結構入ってるじゃないですか、うん、そうですね、はい、あ、太陽、はい、なるほど、はい、なるほど、結構でもその辺深いですよ、うんうん、そこがなんかそのあの、まあ、本とかじゃなくて本とか読んでなくて分かんないですけど、うん、つながっちゃって確認しないといけないじゃん。あ、そうですねダメですよ勝手に言って確かに確かにすいません実際そういうなんかあの太陽とか、まあ、地球とかのっていうキーワードはどっから出てきてるんですかね。やっぱり日々毎日あの地球でこう生かさせてもらってるんで、もともとスキーの人でもそれはだってやっぱ自然との戦いですから、本当自然に感謝してます。確かにね、はい、そのスキーが自然につながる、うんうんうん、そうか、うん、じゃあそのスキープレイヤーとしての経験も生かされてるってことなんですか、ね、そうですね、僕のルーツはスキーなんで、うんうんうん、はい、あと地元レペゼンですからね、うん、うんうん、その地元の自然とか、うんうん、そうですね、うん、なるほどなるほど、はい、日田高山神々住む山山で育った田舎門百姓王子イエス高山の神とつながって、なんか笑いの声が少ないですねやっぱちょっと先行ってます僕やっぱりちょっと先行ってますよね
だから逆にだから僕なんか言うとみんなシーンってなりますよね。でも笑いをそこ飛び越えたところに面白さありますか。そうですね、うんうんうん、笑いだけが面白さじゃないですからね。だから、うん、そのだからギャグをじゃなくて面白いっていうのがやっぱ、うん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 、最高ですからね。ありがとうございます、うん、そこだから狙ってる人って多いんですよ実際、うんうん、笑いに生かして笑わせるみたいなのじゃなくて、うんうん、真剣にやって面白いっていうそこ分けないのがいいですよね、うんうんうん、確かにやっぱ最初から笑わせに行ったらあんま面白くないから、うん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 、あのさっきのねトキシティとかああいうビデオとか自分でやっぱり演出っていうかこういうアイデアは自分っていう感じですか。やっぱ、まあ、そうです。基本はやっぱ自分の頭にアイディアを落として、うん、まだまだ自分のその表現したいものを全然作品で出してないんですけど、であとその S タイムのチームであとイメージをまあ考え合ってやってるパターンが多いです。こう言っちゃいけないかもしれないけどランボルギーニが出てくるのよりもさっきの方がやっぱりインパクトが大きいんじゃないかなっていうのは、うん、そうですね。二面性があると思いますねやっぱり。あれでもかっこいいですよね普通に、うん、ありがとうございます。でその誰がディレクションしてるんですか。まあ、その時に、まあ、タイミングの合った人に、はい、やっていただいてます。それ自分でコンセプトを伝えてって感じなんですかね。まあ、そうですね。あとはやっぱり任せる場合もあるんで、うん、もうあのディレクターのもうこう強いやっぱ伝えたいメッセージが強い場合はもうディレクターに 100% 任せてやってる場合もありますね、はいはい、なるほど。今年はあの、まあ、夢を捨てて現実に生きるってことなんですけど、そうですね、今年は最終的に何を成し遂げたい感じなんですかね。いや全く考えてないですけど、でも一番最近の仕事っていうか曲とかっていうのはどんな、まあ、そうですね。一応今あのストリートマネー、あのストリートアルバムなんですけど、ボリューム1ボリューム2出して、ボリューム3を、まあ、年内には出す形ですね。はい。でこれはあの流通はかからないので欲しい人はあの Facebook とかで、まあ、メッセージもらえれば、はい、なるほどなるほど。手売りスタイル、あくまでそうですね。まだ、うん、まだ CD を出すレベルじゃないんで僕は、はい、まだ修行の段階なんで、はい、みんなでもそこからですからね、うんうんうん、最初はアルバム3枚出して気づきました。はい、うん、はい、ということで、あの翔さんの謎が解けたのかさらに深まったのか、うん、そう、うん、結構面白さは伝わったんじゃないかな、うん、っていう感じなんですけど、そろそろあの翔さんにライブの準備に入ってもらってもよろしいでしょうか。はい、お願いします、はい、お願いします。ゆ俺の名前は翔、またの名は百姓王子にチャンネルでは、ここで重大発表、俺の次の新曲は百姓王子でタイトル出すからね。いや、やばいぞ、次の曲やばいんだけど、まあそれはまあさておき、 OK next piece say my name yeah。今までに見たことない世界を見たい、三角の頂点から仕掛けてたい、誰に何と言われても自分で決めたことには責任を持ちたい、うん、ラップ始めた当初は何も見えてなかったんで、今は少しずついろんなものが見えてんで、最終的には超感と野心気づかせてくれた一枚の写真、動き出した心の中のシャーリン、彼女は何十年も同じことやってきたけど別の勇気が見えたもんと、行って周知広がる世界のこと、ジャクソン、タイソン、ジョーダン、ネスボーイ、肌がイエローの H&M ショー、ジャクソン、タイソン、ジョーダン、ネスボーイ、肌がイエローの H&M ショー、セゲン、ジャクソン、タイソン、ジョーダン、ネスボーイ、肌がイエローの H&M ショー、ジャクソン、タイソン、ジョーダン、ネスボーイ、肌がイエローの H&M ショー、セゲン、H&M ショー、イエロー、H&M ショー、Yellow, Edge and the Show, Yellow, Edge and the Show, Yellow.
少し視界が開ける。たとえ同じこと続けても哲学を持ってる。全く見解が違ってる。自信から確信に変わってる。考えるだけでもいけないし、行動するだけでもいけないし、イメージするだけでもいけないし、何が言いたいか分かる。全て柔軟に殺さなければいけないし、 Crazy Life から生まれた子で最新、こんなぶっ飛んだアジア人が爆心。何が違うかって不可能可能するこの才能。分かってるやつらは身近な相棒、妬んでるやつらは目を避けてんの。眼力あるならこっち向けなよ、君の iPhone フラッシュライト、俺にかけないよ増やすもんはマネーマネーカーネー DD50J カニのとこまで行くだけ。シャンペーンよりも日本酒だぜ。 Hey ジャクソン、タイソン、ジョーダン、ネスボーイ、肌がイエローの HINS ジャクソン、タイソン、ジョーダン、ネスボーイ、肌がイエローの HINS ジャクソン、タイソン、ジョーダン、ネスボーイ、肌がイエローの HINS ジャクソン、タイソン、ジョーダン、ネスボーイ、肌がイエローのエイジアンドショー。すぐエイジアンドショー、イエロー、エイジアンドショー、イエロー、エイジアンドショー、イエロー、エイジアンドショー、イエロー。ジェイやカニエと同じ景色が見たい。絶対そこからの景色が見たい。だから余計なものはなおさら見ない。センスと個性入れ切り開く時代、世の中エネルギーの走り道があるから、個性出すから爆発させるパワー。時計の針一刻一刻と来世向かって走るなれ。何を学び何を発信するかが一番大事。反対方向知る S タイムスタイル雑誌。運命が決まっているなら同期ということはない。継続したものに運命的な出会い。時には忍者のように忍び寄る決す気配。角度定めて的確な狙い LI 奴らと肩並べる時代。全て自分で決めた行動をしたい。未来よりも今という現実を見たい。その結果が作られる未来。期待するよりも今を動きたい。You and my sky 行く準備ができて。ジャクソン、タイソン、ジョーダン、ネスボーイ、肌がイエローの H&Show。 ジャクソン、タイソン、ジョーダン、ネスボーイ、肌がイエローの H&Show。 Hey! ジャクソン、タイソン、ジョーダン、ネスボーイ、肌がイエローの H&Show。 ジャクソン、タイソン、ジョーダン、ネスボーイ、肌がイエローの H&Show。 Yeah! トゥントゥン。OK、 次は今日のワーストチューン。今年10月30日、東京ボーイズコレクションも呼んでもらった意外とラブソングも歌う。 OK、 Live for the moment Spin to see It's alright, it's alright, we go do it, anyone here we want yeah. It's alright, it's alright, we go do it, anyone here we want yeah. It's alright, it's alright, we go do it, anyone here we want yeah. We go party all night, we go do it, anyone here we want cause it's alright, it's alright, we go do it, anyone here we want yeah. We go party all night, we go do it, anyone here we want cause hey, everybody throw your hands up, hey, all night, hey, 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 all night.今、今を生き続けて今があり、この瞬間輝く花が咲き、先祖も天国から感動して泣き、天を見上げると雨となってダイヤモンドシャワーの雫。いろんなことあるけど愛に囲まれてること気づく。君の嫌なとこ見抜くよりもいいところを見抜く。
そう今日も感覚で生きる表出る君は化粧でいじるフェイスだけど素顔の君が好きで何より君の中身が好きで俺と君はまるで二人で一人の人間世間から馬鹿げてると言われても真剣一生に一度の今日は記念日世界で一番愛する記念日いつもより濃厚なディープキス全て完結心のキス So right, this so night We got all anyone here we want Yeah, we go party all night We got all anyone here we want Cause hey, everybody do your hands Hey, hey, all night Hey, yes, heyHey! All night 出会った頃から何も変わらないこの先も二人で乗り切りたい見据える未来よりも今行きたい新たなステージで二人のショーどんな環境でも消えない愛情俺にとっての全てが君で君にとっての全てが俺でウェディングドレス姿の君は綺麗俺しか見せない素顔も綺麗この先の予定なんか見てこれからも光の差し方向後悔ない道歩くどうどう俺の心に君が生き続け君の心に俺が生き続け二人でいろんな壁乗り越え片やすけて飛び越え一歩踏み出し広がる世界へ一生は短いたまには寝ないで愛を育みフライハイな世界へ世界へ世界へ目を向ければ全ては小さなこと忘れよう小さな揉め事一万年後も切ることがない太陽のように輝く愛一生に一度の今日は記念日世界で一番愛する記念日いつもより濃厚なディープキス全て解決心のキス This all night This all night We got those anyone here we want Yeah we go party all night We got those anyone here we want CauseHey, yes, hey, all night, hey, 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 all night, it's alright, this all night, we got all anyone here, we want, yeah, we go party all night, we got all anyone here, we want, cause it's alright, this all night, we got all anyone here, we want, yeah, we go party all night.Everybody one more second, hey! It's alright, this all night We got all anyone here, we want, yeah, we go party all night We got all anyone here, we want, cause it's alright, this all night We got all anyone here, we want, yeah, we go party all night We got all anyone here, we want, cause Yeah, thank you! ありがとうございました!